ジェームズ・グローバー・サーバーは、アメリカ合衆国の作家、漫画家である、雑誌、ザ、er ・ニューヨーカーの編集者、執筆者としても活躍した、ニューヨーカー誌に掲載された、ザ・キャットバード・シートなどの漫画や短編小説で有名であり、後に書籍として出版された、普通の人々の欲求不満や奇抜さを描いた漫画で知られており、その時代の最も人気のあるユーモリストの一人だった。 彼が大学時代からの友人である映画監督、脚本家のエリオット・ニュージェントと共同で書いたブロードウェイ・コメディ・ザ・メール・アニマルはヘンリー・フォンダとオリビア・デ・ハビランドの主演で映画化された。彼の短編、ウォルター・ミティの秘密の生活は1947年と2013年に映画化された。サーバーは1894年12月8日にオハイオ州コロンバスで 父、チャールズウェル・サーバーと母、メアリー・アグネス・サーバーの間に生まれた両親とも彼の作品に大きな影響を与えた。父は臨時雇いの事務員で弁護士か俳優になることを夢見ていた。母のことをサーバーは生まれながらのコメディアン、私が知る限り最高のコミックの才能と述べていた。母はある時身体が不自由になったふりをして進行療法の集会に参加し、 跳ね上がって治ったと言った。14歳の時のジェームズ・サーバー・サーバーが7歳の時、兄弟とウィリアム・テル・ゴッコをしていて、誤っておもちゃの矢が左目に刺さった。これにより左目を失明し、後に負傷によりほぼ完全に盲目状態となった。このために子供時代にスポーツやその他の活動に参加することができなかったが、文章で自分を表現するための創造的な心を、 発達させた。神経界のビラヤヌル・エスラマ・チャンドランは、サーバーの想像力が、シャルル・ボネ症候群である、程度説明できるかもしれないと示唆した。シャルル・ボネ症候群は、停止力になった際に引き起こされる、複雑な視覚幻覚である、高校の卒業写真1915年に、撮影された、家族写真。左から右に、前列が、ロバート、チャールズ、後列が、ウィリアム。 ジェームズ、メアリー1913年から1918年まで、オハイオ州立大学に通った。この時に借りて、一家で住んでいたジェファーソン通り77番の家は、1984年に、サーバーハウスとなった。視力が悪いため、必須だった、予備役昇降訓練課程を受講できず、大学を卒業できなかった。死後の1995年に、大学は学院を授与した。 オハイオ州、コロンバスのサーバーハウス1918年から1920年まで、米国国務省の初期官として働いた。最初の勤務地はワシントン DC で、後にパリの財布大使館に移った。コロンバスに戻り、1921年から1924年にかけて地元の新聞、コロンバスディスパッチの記者をしていた。この間、 クリードースキューリオスというタイトルの週刊コラムで本、映画、演劇をレビューした。このタイトルは彼の死後に出された作品集に付けられた。その後パリに戻り、シカゴトリビューンなどの新聞に寄稿した。1925年、サーバーはニューヨーク市のグリニッチビレッジに移り、ニューヨークイブニングポストの記者としての職を得た。1927年、彼は友人で、 ニューヨーカーに寄港していた EB ホワイトのつてでニューヨーカー氏の編集者となった。1930年、彼が描いてゴミ箱に捨てた絵をホワイトが見つけたことから漫画家としての彼のキャリアが始まった。ホワイトは雑誌でよりよく再現できるように、初期にはサーバーが描いた作品に修正を入れていたが、後にそれを公開した。 サーバーは1950年代までユーモアや風刺にあふれたエッセイ、漫画、短編をニューヨーカー紙に寄稿した。サーバーは1922年にアルテア・アダムスと結婚したが1935年5月に離婚した。アルテアとの結婚は魅力的で素晴らしい、そして傷ついた関係に変わったと彼は友人に当てて書いている。一家はコネチカット州。 フェアフィールド軍に住み、アルテアとの間にカズメローズマリーを設けた。彼は1935年6月にヘレン・ウィズマーと結婚した晩年、彼の行動は不安定で予測不可能なものになった。1961年10月4日に脳血栓により意識を失い、緊急手術を受けた。手術は最初は成功したが、同年11月2日に、 肺炎の合併症により66歳で亡くなった。医師は彼の脳は脳卒中と動脈硬化により細胞老化していたと述べた。彼の妻ヘレンによれば彼の最後の言葉は繰り返されたゴッドという言葉は別としてゴッドブレス、ガッテムだった。彼はアメリカの主要な文学者の中でも得意な存在でありシンプルでシュールな絵や漫画で有名になった。彼の絵の技術は ニューヨーカー氏の同僚である E.B. ホワイトの支援や協力によって開花したものである。ホワイトはサーバーのスケッチが芸術表現として独立していると主張した。サーバーはニューヨーカー氏のために6枚の表紙へと多くのイラストを描いた無類の愛犬家としても知られ犬を題材にした漫画や小説作品も多い。サーバーの人生の最後の20年間は失明したにもかかわらず 世俗的、職業的な成功に満ちたものだった。彼は少なくとも14冊の本を出版した。その中には、ザ・サーバー・カーニバル、サーバー・カントリー、そしてニューヨーカー誌の編集者、ハロルド・ロスの生涯について書いた、ザ・イアーズ・ウィーズ・ロスがある、ウォルター・ミティの秘密の生活など、短編小説の多くは映画化された。さえない日常生活を送りながら、空想の中で、 英雄的な冒険にふける男を描いた短編である、ウォルター・ミティの秘密の生活は、1947年に、ダニー・ケイ主演で映画化され、さらに2013年には、ベン・スティラー主演で、ライフとしてリメイクされた。彼の短編小説の多くは、彼の人生の経験に基づくユーモラスな架空の、回顧録であるが、狂気と殺人の物語である、ザ・ウィップ・プア・ウィルなどの暗い題材の物語も、 書いた。フィクションのほかサーバーは75作以上の空話を書いた。その一部はニューヨーカーから1939年に出版され、その後、作品集、フェイブルズ・フォー・アワー・タイムフェイマス・ポエムズ・イラストレーテッドとファーザー・フェイブルズ・フォー・アワー・タイムが出版された。これらは、擬人化された動物を主人公として描いた短編小説であり、最後に、 格言で締めくくっていた。ただし、彼の最も有名な偶話である、ザユニコーニン,ン・ザ・ガーデンはこの形式の例外である。この偶話は、話すことのできない、一角獣を除いて、登場人物は全て人間である。サーバーの偶話は、風刺的であり、格言は読者へのアドバイスであると同時に落ちとしても、機能し、信頼できるガイドラインがほとんど存在しない、不確実で、 不安定な場所として世界を描くことにより人生の複雑さを示した。彼の作品にはザ・ホワイト・ディアー、ザ・ジューサン・クロックス、ザ・ワンダフル・オーなどのおとぎ話もある。ニューヨーカー誌やその他の媒体に寄稿されたサーバーの3文には数多くのユーモラスなエッセイが含まれている。彼の晩年に特に好んで取り上げた題材は英語だった。この題材のエッセイには 会話での、有能の乱用を非難する、ザ・スプレディング、有能や、ザ・ニュー・ボキャビューレリアンザム、ホワット・ド・ユー・ミー・ニット・アズ・ブリリング、などがある。物語、エッセイ、あるいはその中間など形式を問わず、彼の短編は、サーバーとニューヨーカー史のスタッフによって、カジュアルと呼ばれていた。サーバーは、ニューヨーカー史の創始者であるハロルド・ロスの電気的な、階層録材ヤーズ・ウィズ・ロスを執筆した。 彼は聞き取りと研究に基づいてラジオソープオペラ現象を詳しく調べ1947年から1948年の間に5回にわたってニューヨーカー史の記事を執筆した。これはポップカルチャー現象を詳細に調査した最初のものの一つだった。イラストはシンプルな線の絵柄が特徴的で絵本作家の超新太はサーバーの漫画に影響を受けたと語っている。 サーバーは1920年代から1930年代には普通の方法で漫画を描いていたが視力の低下に伴い方法の変更を余儀なくされた。彼は非常に大きな紙に黒の太いクレヨンで漫画を描いた。このような方法にかかわらず彼の漫画はその著作と同様に注目されるようになった。彼の絵は不気味で不安定な感じを持っており、それは 彼の人生に対する得意な見方を反映しているようだった。彼はかつて自分の絵が水の中に描いたように見えると言われたと書いていた。サーバーの友人であるドロシーパーカーは彼の漫画が焼く前のクッキーのように見えると言った。サーバーが最後に描いた絵は黒い紙に黄色のクレヨンで描かれた自画像であり、 1951年7月9日のタイム誌の表紙として取り上げられた。この絵は1952年に刊行されたザ・サーバーアルバムのブックカバーにも使われた。この一覧は未完成です。過失、訂正してくださる協力者を求めています。ありがとうございます。